はい、どうも笹原です。今回は変形性膝関節症とか膝の痛みを抱えた方が寝方をこう変えるだけで痛みが劇的に改善しますよというテーマについてお伝えします。で、まず変形性膝関節症とか膝の痛みを抱えている人っていうのはある共通した寝方をしていることが多いんですね。で、この寝方っていうのを改善していかないとなかなか膝の痛みとか変形性膝関節症っていうのが改善していかないケースが多いです。特に朝起きた後の膝を動かすときであったりとか、あと起きて立ち上がるときに膝の痛みがある方っていうのはこの寝方が影響している可能性もありますので、この動画ではどういった寝方をすると膝の痛みとか変形性膝関節症がなかなか改善しないのかですね、その寝方と、じゃあどういった寝方をしていくことによって膝に負担をかけて悪化するのではなくて改善していくことができるのかですね、こちらについて具体的にお伝えしていきますので、ぜひこの動画最後までご覧になっていただければなと思います。はい、では早速こちらのベッドで変形性膝関節症とか膝の痛みを抱えた方っていうのがどういった寝方をすると悪化させてしまうのかですね、こちらについてお伝えしていきます。で、まずそういった膝の変形があったりとか膝の痛みを抱えている人っていうのは共通してまず膝同行の前にこの骨盤の位置ですね、この骨盤の位置っていうのが後ろ側にこうやって倒れてしまっている方が多いです。で、人間っていうのはこの骨盤の部分が動くとその動きに対して下の足の骨っていうのが動くように作られてるんです。なのでこうやって後ろに倒れると次はこの股関節っていうところが外にぐーっと開くようになってくるんですね。するとどうなるかというと寝てる時でもここの骨盤っていうのが後ろに倒れてしまう。で、倒れてしまうとこの股関節っていうのが外に開いてしまうので足がこうやって外に開いて指先が外に行きやすいような位置になりやすいです。で、さらにこうやって後ろに倒れてると膝っていうのは自然と曲がってくるんです。なので変形性膝関節症を抱えている人っていうのは共通してこうやって上向きに寝た時に膝の下ですね、ここの部分に空間ができている方が多いです。で、この空間ができて曲がった状態で膝の痛みを抱えている方っていうのはガチガチに固まってしまってますので、なのでこの下の空間が空いた状態で外に開いて寝てしまうと寝てる時っていうのは重力が上から下にこうやってかかっているので固まった膝が無理やりぐーっと伸ばされようとするんですね。ただ普段曲がってガチガチに固まっているのでその状態から無理に伸ばすっていうのは結構負荷がかかってしまうんですね。なので寝てる間中膝に負荷がですねぐーっと無理に伸ばされるっていう負荷がかかってしまうせいで負荷がかかり続けた関節の曲げのダメやから膝の痛みが出たりとか、あと立ち上がる時とかの膝の痛みが出てしまうんです。ではここまでで悪化する寝方を理解してもらったところで、次はですね、じゃあそういったですね膝が浮いた寝方の方はどうすることによって負荷を減らすことができるのかというと、そこで使用してほしいのはこのバスタオルです。このタオルっていうのを2枚ほどですね、2枚ほど用意してほしいです。で、このタオルっていうのをまずですね、まあ2つ折りにした状態でこのような形でまず広げてください。で、もう一つのバスタオルも2つ折りの状態でこうやって広げていただいて、このような形で重ねます。で、このままタオルをくるくるっとですね、くるくるっと巻いていってもらって、このような形で棒状のタオルを、作ります。で、あとはこの上にですね膝を乗せてもらってこの位置のまま寝るですね。こうすることによって要は空間がタオルによってなくなるので寝てる時に膝にかかる負担っていうのが減って朝の動き始めとか立ち上がりに感じる膝の痛みの改善につながってきます。あともう一つ重要なポイントとしてはこの空間っていうのをなるべくなくしてあげるっていうのが大事になってくるので、変形性膝関節症が結構悪化してしまっている方っていうのはかなり曲がってしまっている方、要は空間がすごく多い方も多いと思いますので、そういった方っていうのはこの下のタオルですね、バスタオルをさらにもう一枚用意してもらって、要は3枚重ねるとかですね、で丸めてもらうとこれよりさらに大きなこの、タオルができるので、その空間によってですね調整、タオルの枚数で調整していただいて、なるべく空間がない状態で下にこうやって敷いて、まあ、寝るようにしていただければなと思います。はい、次にもう一つですね寝方で重要なポイントがあります。それは何かというと寝返りの量です。で、この寝返りと聞くと、いやなんか寝返りしない方が寝相がいいからなんかいいんちゃうのというイメージがあると思うんですけども、実は体に関しては逆で寝返りを多くとってる方が体が固まらないので、そういった膝の痛みだけじゃなくて腰痛とか様々な痛みっていうのがやっぱり出にくくなるんです。で、実際に寝返りした方が体にいいっていうそういった実験もありまして、
それ何かというと、棺桶とか、棺桶の中に全く痛みが普段ない人に一晩寝てもらっていいっていう実験があるんですね。で、それすると、その方が朝起きた時ですね、の動き始めに何を感じたかというと、もう腰が激痛で全然起き上がれなかったんです。これどういうことかというと、要は、棺桶のような全く寝返りできない状況で寝てもらうと、もう全く動けないので、その間で体がガチガチに固まってしまったんですね。で、ガチガチに筋肉固まってしまうと、それの動かす時ってすごく痛みが出てしまうので、なので、要は寝返りっていうのは、しない方が寝相が良くて良さそうに思うんですけれども、実際のところは寝返りすることによって筋肉が緩んでくれるし、血流が良くなるので、実は痛みの改善であったりとか、あとも動いている方が血流が良くなるので、血流の改善にもつながっているんです。ではですね、膝の痛みとか変形性膝関節症を抱えた方が、こう、寝返りを多く普段取る上で何が大事なのかですね、重要なポイントというのが大きく2つあります。まず1つ目っていうのが体の柔軟性です。で、人間っていうのは筋肉が硬くなると比例して寝返りってしにくくなるんです。実際に例えばなんか年配の方ですね、年齢重ねてくるとなんか寝返りあんませず布団が動かないってイメージないですかね。逆に子供とか赤ちゃんとかですねっていうのはすごくなんか寝返りゴロゴロするイメージありますよね。これは要は若い時の方が筋肉がみずみずしいからすごく柔らかいですね。で、筋肉が柔らかいから寝返りっていうのが多く取れるんです。ただやっぱり年齢を重ねてくると体内の水分量とかも不足してきて、要はパサパサのちょっと柔軟性のない筋肉になりやすくなるので、寝返りする量というのが減ってくるんです。ではこれに関してはどうしていくことによって寝返りがしやすくなるのかというと、やっぱり日中の運動量であったりとか、あとはお風呂にできるだけ浸かるとか、あとはストレッチをするとかで筋肉を柔らかい状態を日中ちゃんとするようにしとくことですね。やっぱり日々ですね、ちゃんと体を動かせてる人と、じーっと家で座ってたりとか寝てたりする人では、体の柔軟性っていうのは全然違ってきます。なので、なんか膝が痛いから言って全然動かなくなってしまうと体が固まってしまって、で、寝てる時も全然寝返りせずですね。で、こういったのを敷いてなかったら空間ができて、膝に負担がかかり続けるっていう、なんか悪循環がどんどん悪くなってしまいますので、だから、要は歩くのがちょっと痛かったら自転車を漕ぐようにするとか、あとは自転車とかも痛いって方はこういったベッドの上で仰向けになって膝を曲げ伸ばしですね。要は足をつけたまま曲げ伸ばししたら体重かからないからそんなに痛み出ず関節運動ができると思いますので、そういったなるべく痛くない範囲での運動量を増やしていくであったりとか、まあ、あと先ほどお伝えしたように筋肉っていうのは温めてあげた方が柔らかくなりますので、僕らを使わずシャワーとかよりはちゃんと使ってあげた方が柔らかくなってきます。あと他にもなんかラジオ体操とかでもいいので、そういったラジオ体操をして体を動かして柔らかくしておくであったりとか、あとは簡単な痛くない範囲のストレッチですね。要はぐーっと背伸びするとか、あとこういったベッドで仰向けになってですね、膝を立てて膝をバタバタ横に倒すとかですね。もうそういった簡単なちょっとストレッチとかをやっておくことによって、やっぱり日中で体が固まるってことを防ぐことができますので、寝てる時の寝返りっていうのがしやすくなります。で、次にもう一つの寝返りする上での重要なポイントっていうのがありまして、それが、要は寝てる時の環境です。で、この環境っていうのは、こういった寝てる時の、要はマットレスであったりとか、あとは枕とかですね。で、このマットレスっていうのは柔らかすぎたりとかですね、逆に硬すぎたりとかしてしまうと、要は寝返りしにくかったりします。で、その硬さとかは正直その人によって違ったりしますので、だから仰向けでちょっとゴロゴロしてですね、なんか寝返りしやすいような硬さっていうのを選んでいただけたらと思います。ただこのマットレスってなかなか変えるって大変ですよね。今まで使ってたものをいきなりですね、新しいものを買って変える。で、しかもそれが合わなかったりしたらなかなか大変。っていう風になってしまうので、まずは簡単に変えれて寝返りに影響するものからやってみた方がいいです。まあそれは何かというと、まあ先ほどもご紹介しましたけども枕です。ではこの枕がなぜ重要なのかというと、人間ってこう寝返りするとき、まあ、寝返りだけじゃなくて動くときっていうのは体から動くのではなくて、共通して末端ですね、頭とかあと腕とかですね、こっから先に動いてその後に体がついてくる、こういった動き方をするようにできてるんです。なので枕が合ってないと、この頭ってのがこう横に動かしにくくなるんですね。で、こう動かしにくくなると頭がぐっとですね、例えば柔らかすぎる枕やと沈み込みすぎて頭の位置が固定されてしまうので、頭が動けないと、要はさっきの理屈で言うと体がなかなか動けなく
なってしまう。要は頭が動いて体が動くのに、頭が枕のせいで動けないせいで体が固まってしまう。だから寝返り量が減ってしまうから、こういった膝の痛みの赤とかにもつながってきてしまうんです。ただこれを言うと、いやいやマットレスと一緒で枕もじゃあ高いの買ったりせなあかんか、それも大変じゃないのっていう声が聞こえてきそうなんですけども、実はこの枕でそんな高いものを買わなくても、こういったですね、要はバスタオルとかで高さを調整して寝返りしやすいようなこういった簡易の枕で十分なんです。なのでこういったですねバスタオルをちょっと用意してもらって、このような形で折ってですね、でちょっとですね高さをですね、まあ、2枚重ねてですね、まあ、こういった感じでちょっと枕を作ってみてください。でここでチェックしてほしいのが、こう首をですね左右に動かした時に動かしやすい高さっていうのが実は自分にあったり、自分の首とかにあった高さになってきます。なので、先ほどみたいにちょっと高めにしてもらって、こうやって動かしてみて。で、あ、ちょっとこれなんか左右にやりにくいなと思ったら、このタオルをですね、ちょっと一つどけてみてもらって、で、どけた状態でもう一回左右に首を動かしてみてほしいですね。で、私で言うと、これ、のけた方が動かしやすいんですね。だから、さっきの高さやと、首とか頭に合ってないから動かしにくくて固定されていたので、寝返りがしにくくなってしまうんです。ただちょっと低くすることによってこうやって動かしやすくなるので、首が動いてこうやって寝返りがすごいしやすくなるんですね。なのでそんな高い枕とかじゃなくていいので、こういった自分に合った高さっていうのをこのバスタオルで調整しながら見つけてみてください。なので膝の痛みとか変形性膝関節症抱えた人っていうのは、まず膝の下に空間ができている方が多いですので、こういったタオルをですね使ってで、まずは空間をなくすですね。で、さらに寝返りの量ですね。寝返りしてないと体が固まってしまうので、それによって膝の痛みの悪化にもつながってきますので、こういったですね、枕をバスタオルを使って、こう横に動かしやすい高さにしてもらって、なのでこういったですね、全部タオルなのすごくね、簡易に作れますので、こういったものを使って、要は朝起きて動かすときに痛いとか、あとは立ち上がるときに痛いって方は、まあ試してみてもらって、膝の痛みとか変形性膝関節症の症状の悪化っていうのを防いでいただいて、改善につなげていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して、一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座というふうな、有料で伝えているような内容っていうのを無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄、から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくと、プレゼント無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらえますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり関節の解消につなげてもらって、一生ですね自分の足を保てるような状態というのを作っていただければなと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。